ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、お腹いっぱい、たくさんご飯食べちゃった。ご飯食べたのか。ああ、そういえば霊夢、好きな食べ物って何かあるか？特にこれといったものはないけど、強いて言うなら肉料理かな？おお、肉料理か。私は特にローストビーフが好きだな。私もローストビーフは大好物よ。でも、それよりもっと好きなのはバーベキューで焼いた肉かな。もちろん肉が美味しいっていうのもあるんだけど、みんなで会話しながら食べるのが楽しいのよね。わかるぜ、バーベキューは人との親交も深めることができて。一石二鳥だからな、最高の時間だな。でも私、火起こしが苦手なんだよね。何回新聞紙に火をつけてもなかなか気に着火しないですぐ消えちゃうから。私も最初の頃はそんな感じで苦労したぜ、でも火起こしにはコツがあるそうだ。例えば空気の通り道を広くしたり、息をたくさん吹き込んだりとな。へえ、そうなんだ、今度行った時私もやってみよう。ただ火の扱い方には十分気をつけろよ。万が一間違えると火傷で死んでしまうかもしれないからな。わかっているわよ。私の綺麗な肌に傷をつけるものは何であっても許さないわ。その心意気だったら大丈夫だ。でもある国では自ら火に飛び込むという文化があるんだぜ。なんその文化、それって自決ってことだよね。詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は殺人のような風習サティを紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずサティっていう文化はどこで行われているの？さっきはある国って言ってたけど。サティはインドという国で行われているぜ。さすがの霊夢でもインドはわかるだろ。バカにしないでよ、マリサ、それぐらい知ってるわ。でも知っていることといえばカレーが有名な国ってことくらいかしら。確かにインドはカレーで有名だよな。この国は南アジアに位置し、インドは大陸の大半を要しているインド洋に面する国だ。インド本土はインド洋の南西のアラビア海と東のベンガル湾という二つの海湾に挟まれて、北東部をガンジス川が流れているぞ。ガンジス川？なんか聞いたことある気がするわ。ガンジス川はヒマラヤ山脈を水源としており、そこからずっと東に流れていくぜ。平均水量は 18,490 平方メートルで流域面積は173万平方キロメートルだ。これは日本の利根川のおよそ103倍にもなる。実はこれは日本の面積の 4.5 倍もあるらしいぞ。川だけで日本の面積の 4.5 倍あるの、とんでもない川ね。またガンジス川の水は汚れを洗い流す綺麗な水以上の価値があると言われているぜ。汚れや材料を洗い流し浄化するものとガンジス川が神聖視されているみたいだ。なるほど、だからあんなに多くの人が沐浴をしにガンジス川に訪れるのね。また、霊夢の言っていたカレーなんだが、インドで食べられているのは、ターメリックやクミン、胡椒などの香辛料を使って作るスープと煮込み料理、油で炒めたおかずなんだ。へえ、そうなんだ。今まで茶色くてドロドロしたものだけがカレーだと思っていたから意外だわ。インドのカレーと思い浮かべると必ずナンが出てくるもんだが、インド人は普段あまりナンを食べていないらしいぞ。そうなの、確かにマリサの言う通りインドカレーとナンはセットだったわ。ナンが食べられてない理由として、ナンを作るにはタンドールという大きな専用の焼き釜が必要なんだ。その釜を持っている家庭は少ないことに理由があるみたいだぞ。ああ、あの壁に貼り付けて焼くやつだよね。確かにあれを日本で買うってなったら50万円は普通にいきそうだし、そんな高価なものを各家庭に置いてあるはずがないよね。またナンの主な材料である精製された小麦粉がかなり高価だから、インド人はあまりナンを食べていないんだぜ。食べていないというより食べられない理由だね。私はまだナンを食べたことないのよ。一度は食べてみたいわ。インド人はあまりナンを食べられないからこそ、ナンは祝い事や外食する時のちょっとした贅沢品という感覚らしいぞ。私たちで言う100円の回転寿司みたいな感じかな。確かにそうだな。珍しく霊夢の例えがうまかったな。続いてはサティの紹介だ。サティとはインドなどのヒンドゥー社会に見られる風習だぜ。夫が亡くなったら妻はそれに従って死ぬことが美徳とされ、人々に送られて生きたまま焼かれるという文化らしいぞ。生きたまま焼かれる？生死って痛みの中でもかなり上位に入る苦しさだったよね。それを強制されるってひどい文化ね。なんでこんなことが起きるようになったの？残念なことにこの文化がいつ頃始まり、どのように広がっていったのかははっきりとしてないようだな。インドは古い時代の文章があまり残っていなくて、サティの記録についてはヨーロッパ人やアラブ人の記録によく見受けられるぜ。なるほどね、サティはいつ頃から始まったの？一番古いので紀元前4世紀にギリシア人が、西北インドで盆死の風習があった記録を残しているぞ。中世にはインドの各地方に広まり、9世紀の中国とインドの諸事情第一の書や、4世紀のイブン・バップーラの、大旅行記といったアラブ人の書物にも記載が見られるようになったんだ。少なくとも約2400年前から行われている文化なのね。結構長い期間行われていることに驚きだわ。でもなんでこんな文化が発達したんだろう。
ヒンドゥー教では女性の人格が基本的に認められていないそうだ。だから、結婚しても夫に従属し、離婚は認められずその死後の再婚も認められなかったらしいな。日本とはえらい違いね、夫に従属だなんて考えられないわ。このような中で核と呼ばれる夫と死別や離婚をした後、再婚していない女性が生きていくことが難しかったそうだ。こうして女性も夫に従って身を焼き滅ぼすのが美徳となり、この文化が広まったみたいだぜ。なるほどね、当時のインドの女性は誰かと結婚しないと、生活ができないほど地位が低かったということか。17世紀のムガル帝国で支配者層であったムスリムは、サティを野蛮な風習として反対していたようだ。当時の王様もこの文化は嫌っていたのね、いい感じじゃない。しかし支配者層は絶対多数であるヒンドゥー教徒に配慮し、サティを完全に禁じていたわけではなかったというぞ。完全に禁止しないのもわかるわ。多くの人たちがやりたいと言っているのを否定することは難しいしね。その代わりサティを自ら望む女性は、サバーブという言われるムスリムの偉い人に許可を申し出るように義務付けたそうだ。申請されても、ムスリムの女性たちを使って可能な限り説得を行い、それでもなお希望する者にサティをする許可を与えたらしいぞ。なるほど、サティを許可制にしたのね。それだったら申請するまで考える時間があるから衝動的にすることはないと思うわ。しかも可能な限り説得をしてくれるんだったら辞める人も大勢いるしね。ヨーロッパ人や家族の説得に応じて寸前で思いとどまった者もいたそうだ。支配者たちの説得も虚しく残念ながらほとんどの志願者は、夫と共に行くことを希望し、自ら炎に包まれたって話だぜ。自らの命より文化を大切にするという考えをしたのね。私には理解しがたいけどそういう文化ということか。しかし、炎に怯え、おじけづいた者は周りを囲むバラモンに無理やり押し戻されたそうだ。仮に逃げたとしてもヒンドゥー社会から排除されるため、仮想の者に身を委ねざるを得なかったんだぜ。本人が嫌がっているのにもかかわらず炎に向けて押すなんて、人と同じじゃない。あとバラモンって知らない単語が出てきたんだけどどういう意味なの？バラモンという単語を説明するには、ヒンドゥー教のカースト制度について説明しなければいけないな。カースト制度は聞いたことあるわ、なんかランクがあるんだっけ？まあそんな感じだ、カースト制度はヒンドゥー教における身分制度のことなんだ。上からバラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラの4つに大きく分けられるぞ。この一番上のバラモンが女性を火に押し付けたのね。その通りだぜ。1950年に制定されたインド憲法により、カースト制度による差別は禁止となったんだ。しかし、現実ではこのカースト制度による差別が色濃く残っているみたいだぞ。根強く残った文化は一瞬では変えられないということね。残念だわ。カースト差別の例として、同じカースト同士の結婚しか認められないということが挙げられるぞ。ヒンドゥー教徒の結婚は同じカーストか近しいカースト内での結婚が望ましいとされ、見合い結婚が多いらしいな。日本みたいに好きな人同士が結婚することができないのね。まあ、ただダヘイズと呼ばれるヒンドゥー教の慣習も残っているらしいぞ。ダヘイズとは嫁の持参金として花婿側へ支払われる金銭のことを指すんだ。お金が少ない場合、外事権にも発展することがあるみたいだな。1961年にダヘイズは法律では禁止されるんだが、これもカースト制度と同じく風習として残っているというぞ。この文化があると女の子がいっぱい生まれた家族は、持参金で家計が苦しくなってしまうね。その通りだ、この持参金の支払いができず、年齢が著しく離れた男性との結婚を余儀なくされる場合が見られるぞ。そのために多くの女性が若くして核となりサティに参加するケースがあるんだ。やっぱりそうだよね、この文化は男女差別にもつながってしまうわ。ガンディーもダヘイズを要求する者はその者自身の教育と国家を汚し、女性の名誉を傷つけると非難しているそうだ。そりゃそうよ、この文化は良くないことが多すぎるわ。18世紀の初めにはサティはほとんど行われなくなったそうだ。でもイギリス植民地時代の18世紀末以降、ベンガル地方の都市部では再び盛んになるらしいぞ。どうして一回収まったものがまた繰り返すの？理由はいくつかあって、植民地時代の混乱の中で、核が夫の勇気を宿す存在として不安の矛先が向けられたという説があるぞ。また、ベンガル地方の法律が核に相続権を認めており、夫の相続によってサティを強制されたという説もあるぜ。どちらもとんでもない説じゃない。一つ目は幽霊を信じたオカルトチックなバカバカしい説だし、二つ目は単にお金のために女性を火炙りにして殺すっていう残酷な説よ。イギリス東インド会社はサティの問題を早くから認識していたんだ。しかし、カーストが一定以上の人間で構成される、セポイの反乱を恐れ具体的な対処は19世紀以降になるぞ。そりゃ、されないくらいの高い男の人はいくらでも文句を言えるよね。1800年代に入り16歳未満、妊娠中、幼子がいる場合、強制された場合を非合法とし監視を立ち合わせたがサティの件数は増大するんだ。
なかなか減らないわね。誰かこの文化に立ち向かう人はいないのかしら？それがついに現れたそうだ。ヒーブー社会改革運動家の先駆者ラーム・モーハン・ローイという人物だぜ。宗教儀礼としてのカフの仮想に関する議論の妙録という冊子を出版し、ヒンドゥー教の法典にサティの根拠が見られないとして、その廃絶を訴えたそうだぞ。ついにそのような人が現れるのね、よかったわ。さらにイギリス人宣教師ウィリアム・ケアリーらが、サティ廃止運動の指導的な役割を果たしたそうだ。そして、ロイラの努力により1829年にベンガル総督のベンティングによって、サティ禁止法が制定されたんだ。やっとサティが廃止されたのね。また1830年にはマドラス、ボンベイにおいても禁止法が制定されるぞ。その結果、禁止法の普及に伴って20世紀の初めには、サティはほとんど行われなくなったと言われているんだ。ついにサティの文化が終わったのね。ハッピーエンドで終わってよかったわ。ちなみにサティってどんな感じで行われるの？ヒンドゥー教では死者は焚き火の上に乗せ回想者の前で火葬に伏すという。これは、血は汚れであり火が死者を天に昇らせる唯一の方法とされているからって話だ。外でやるってこと以外は日本の仮想と似ているね。そしてその人の生前の行いの結果により転生後の新たな生がもたらされるんだ。変死した者、葬式を行わなかった者は、地上に留まり悪霊や亡霊として人に災いをもたらすと信じられているみたいだな。なるほど、ちゃんと供養されなかったら悪霊になっちゃうんだね。灰は体の燃え残りとしてガンジス川に流され、シンガポールやバリ島の一部地域を除いて墓は作られないんだ。どうしてお墓がないんだろう？これはガンジス川が聖なる川と考えられているんだ。仮想によって魂を浄化しガンジス川に遺灰を流すことが最大の幸福とされているからなんだぜ。なるほど、遺灰を川に流すこと自体が供養になっているのね。サティの儀式はこうした夫の葬儀の後に行われるぜ。葬式の最後には夫の葬儀で用いた石を供養する石の礼拝を行うんだ。これらが終わった後で家父は炎に包まれるって流れだな。そうなんだ、やっぱり夫の後に続くのね。中世においてサティはその家族の宗教的な財化を滅する功徳ともされていたそうだ。でもさっき説明したように、必ずしも自発的なものではなかったみたいだな。中には薬物を利用したものも見られたんだぜ。バリ島でサティの犠牲者と見られるマジュランダの説話が残っているらしいぞ。薬物まで使用してたの？そんな下劣な人がこの世にいたのね。霊夢は最近行われたサティはいつぐらいだと思う？結構前に禁止されているし1900年代前半とかかしら。不正解だ。あや、みんな法律を守っていたから最後に行われたのはもっと前だったのね。霊夢、逆だ。最後にサティが行われたのは2008年10月12日だそうだ。2008年、それってかなり最近じゃない。まだそのような人がいたなんて結構ショックだわ。霊夢の思っているよりこの文化は根強く残っているということだな。そうだね、文化を変えるのはなかなか難しいということがわかったわ。実はサティの習俗はインド神話との結びつきを持っているんだぜ。へえ、そうなの、詳しく教えてほしいわ。インド神話には定宿の証として火による自殺を行った女性が二人登場するんだ。一人はラーマアヤナにおけるラーマの妻シータで、もう一人はマハーバーラタにおけるシバの妻であるサティだぜ。ラーマはよくわからないけどシバなら知っているわ。ゲームとかでもよく登場するよね。ラーマはマイナーかもしれないがインドの叙事詩ラーマアヤナの主人公でもあるぞ。ラーバナによってシータは誘拐され、戦いの結果、ラーマはシータを救出するがラーマはシータの貞操を疑うんだ。シータは身の潔白を証明するため聖火に飛び込む。その結果シータは火傷を負わず潔白が証明されたって話だぜ。なるほど、サティの文化とよく似ているわね。シバの例ではダクシャの娘サティがシバと結婚するぞ。しかし、シバを心よく思っていないダクシャは猜疑にシバを招かず、怒ったサティは聖火に身を投じなくなってしまうんだ。後にサティはパールバテに転生し再びシバの妻となるという話だぜ。サティの文化は神話が起源となって生まれたのかしら？霊夢の言う通りサティの観光の起源を女神サティに求める者もいるらしいな。ということで殺人のような風習サティを終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。